はい、皆さんどうもこんにちは、キリガヤスオーチでございます。本日はちょっとね、重大発表ということで今回急遽動画を撮らせていただきました。まあ、重大発表というと、私、キリガヤスオーチ、しばらくの間動画投稿をちょっと休止させていただきます。まあ、なんでかって言いますと、それがもう本当に前回の本題の紹介動画のにも関わってくるんですけど、今改めて動画投稿、本棚紹介の動画を撮ってた途中だったんですけども、なんでしょう、純粋に漫画とかラノベとかを本当に楽しめてなくって、本当にこういうね、ラノベとか読んでても、なんか純粋に、あ、これ面白いなって、じゃなくて、この感想どうやって言おうかとか、本当に考えちゃったりとかし、純粋に漫画ラノベとかを楽しめなくなっちゃって、しまいにはそう考えるのが辛くて、スマホばかり見てたんですよね、考察動画とかで。正直それが理由で、本当にしばらく漫画とかラノベとかで読んでないって作品が本当多かったです。本当にそれに関しては正直自分自身でもそうだなって思ってました。なのでね、しばらく本当にしばらくは純粋に漫画とかラノベを楽しむ期間にしようかなと思ってます。まあ、期間はいつになるか本当に分かりませんが、それが本当に1週間2週間、それが1ヶ月になるかもしれませんが、しばらくの間は本当にそういうね、YouTube の動画投稿をね、休止させていただきます。ですが、しかし、近況報告とか、ショート動画、短い動画に関しては、まあ、そういう発表があり報告があり次第、動画にはしたいなと思ってます。なので、本当に完全に休止というわけではなくて、こういうメインの動画投稿はちょっと休止させていただきます。なので、ちょっと、ね、生存確認の一環としてね、ショート動画を出していきたいなと思ってますので、そちらの方はね、見ていただければ幸いです。はい、ということで、まあ、本当にしばらくないので、この本動画をね、長い方の本動画をちょっとね、活動を休止させていただきます。なので、純粋に読み、漫画を読んで、ちょっと心とか、落ち着いて、本当に面白いなって思いながら、読めるようになってきたら、また、戻ってこようかな、と思っております。ってことで、本日は活動休止の報告動画になりました。本当に、現在チャンネル登録してくださって119名の皆様、ちょっとね、しばらく待たせてしまうかもしれませんが、これからね、また元気になってね、精神的にも元気になって、明るく元気に楽しく、ラノベ漫画の感想動画出していけたらなと思いますので、よかったら、これからも、まあね、それまでね、ショート動画は出しますので、ショート動画とか、あと過去の動画、ここだけの話、5年前の妄想とか、あとそれこそゲーム実況をやってた時の動画とかもね、ぜひぜひ見ていただければ幸いです。ということで、以上、キリガヤスオーチの活動休止の報告動画でした。またしばらく、待たせてしまうと思いますが、これからも応援よろしくお願いします。以上、キリガヤスオーチでした。